今年設立された県内初のプロボウリングチーム愛媛オレンジサンダースの選手らが昨日県庁を訪問し活動を報告しました。県庁で浜里副知事を表敬訪問したのは県内初のプロボウリングチーム愛媛オレンジサンダースの選手ら5人です。チームは今年1月ボウリングの男女混合のプロリーグ愛用リーグの発足に合わせて誕生。愛媛を含む6チームが参戦しています。愛媛オレンジサンダースは県外出身の男女7人で構成されていて、昨シーズン日本ランキング1位の山本勲選手も所属。1月に行われた前期戦では最下位となりましたが、8月27日から東京で開催される後期戦での飛躍が期待されます。試合の様子は YouTube でも配信されるということです。